政策研究会のパーティーの問題については刑事告発されている案件でありますので、事実関係を慎重に調査確認して、適切に対応していくということでございます。今日開かれた安倍派の議員総会で塩谷座長はこれまでと同様に事実関係を調査確認するとして具体的な説明を避けました。また再発防止策が明らかになるまでは派閥パーティーは行わないことや年末年始の行事も自粛することを所属議員らに伝えました。一方、茂木幹事長も自民党の衆議院議員が全員集まる総会で派閥のパーティーや年末年始行事の自粛を呼びかけました。